東大を中退して好きなことをして生きる、どうも家庭教師哲夫です。ピッチ先生です。さて今日はね、40歳100日ダンクチャレンジのね100日目ということでね、皆さんねかなり気にしてくれてると思います。さあどうなったのかと、その前に皆さんに告知があります。ペンペン君から。いつも見てくれてるみんな、どうもありがとうございます。来たる10月19日月曜日の夜8時からメインチャンネルのダンクチャンネルの方で初生ライブ配信出ます。ということで19日の月曜日夜8時から生ライブ配信やります。まだ何をやるかはっきりは決めてないんですけれども、まあ、皆さんの聞きたいのは受験に役立つ話とか、あと年号ソング弾き語りとかね、このあたりねリクエストが多いので、そちらやってみたいなと思ってます。詳しくはねこの動画の最後にもう一回告知しますので、ぜひぜひチェックしてください。では100日ダンクチャレンジレッツゴー。40歳100日ダンクチャレンジ、この時は10日目。まだまだ体が重い、できる気がしない。さあ20日目はどんな感じだ、伸びてんのか。あんま変わってない、途方に暮れそうだけど、途方に暮れててもジャンプ力上がらないのでひたすら頑張る。そして30日日目、おや上がってない。さあ家庭教師をやってる時に生徒にいきなり難しいことはするな、段階を踏めと言ってるので、自分でもそうしてみようと思ってこのカラーボールでまずできるようになりたい。さあこれら全部正規の高さの3m5cm10ft でやっております。カラーボール、あできた、とうとうできましたと思って調子に乗って筋トレ中60日目。はい、こんなこともやりました、腰を痛めましたね。一番恐れていたぎっくり腰、40歳の腰は悲鳴を上げ、ここから3週間何もできない辛い日々が続きました。そして80日目、なんとかもう現状を戻そうと、はい頑張っております。筋トレもなかなかできなかったんですが、なんとか戻りました。そして勢いよと迎えた90日目、5号ボールのバスケットボールをダーン、あー惜しい、でもかなりなんか感触掴んできました。あと10日いけるんでしょうか、なんか雰囲気すごいできそうです。あともう一歩の瞬発力を鍛えるために坂道ダッシュ、 100m をちょい坂道ダッシュで走っております。ただこの時あれあれ、なんか痛い、激痛、やってしまいました、もも裏軽い肉離れ。はい、てなことでね、その100日目がね今日なんです。こんな凛々しい顔をしておりますが、自宅要領でチャレンジできず100日、そういった感じで過ぎてしまいました。忍びない、すいません。でもね、だいぶね、良くなりました。このハムストリングって言って、右足のね、もも裏なんですけれども、完全に痛めちゃいましたね。少しずつね、やってきたんですけれども、筋トレとかね。で、だいぶね、飛べるようになってきてるんですよ。だけどね、やっぱね、怪我するとね、もう何にもできなくなるんですよね。腰とかもも裏とか怪我しちゃうと、ほんとね、筋トレ何にもできなくなっちゃうんですよ。うん、そうするとね、もうほんと空白の時間になっちゃうので、だから、今度ね、冒頭にもちょっと説明しました、10月の19日月曜日に、メインチャンネルでライブ配信しますので、その時にダンクできるような映像をね、その日がね大体108日目ぐらいなんで、100日ダンクチャレンジのその結果も含めて月曜日夜8時からメインチャンネルで生配信ライブ、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いいたします。でライブチャットって言って、この辺にね、皆さんがリアルタイムでコメントを残すことができますんで、そういうのを見ながらなんかね質問とかにも答えたりね、そういうことをしたいなと思ってますので、質問をぜひ考えてふるってご参加ください。そしてなんとその日、同じ日なんですけれども、9時半からはアートリオンというライブハウスでプロの音響でお送りしますので、ちゃんと出演料をもらってやるライブなので、そちらはツイキャスのプレミアライブ配信ということで2000円で見れるようになっております。詳しくは概要欄に貼っておきますので、ぜひご予約ください。そちらでは懐かしいオリジナル曲なんかもやっちゃいたいなと思ってますので、ぜひこぞってご参加ください。そちらは9時半からです。ということなので、次回の月曜ラジオはメインチャンネルで生ライブ配信ということになります。皆さんぜひご覧ください。ではまた。